鶴見和子6月10日から2006年7月31日は日本の社会学者、上智大学名誉教授、国際関係論などを講じたが、専攻は比較社会学、港方熊口や柳田邦夫の研究、地域住民の手による発展を論じた内発的発展論などでも知られる。1918年6月10日、東京府麻布区で父、祐介と母、 愛子の間に4人兄弟の一番目として生まれる。牛込成城小学校から1927年4月に絹田の成城学園に移り、1929年4月に女子学習院5年へ転校。1934年頃から父と信仰のあった河合栄二郎の国家権力に対する言論闘争に共感、影響を受ける。1936年3月。 女子学習院を卒業し、同年4月、津田英学塾へ進学。1937年7月、オーストラリアで国際会議に出席する父に同行し、初めて海外へ。翌年夏には、両親と米国へ渡航。1939年3月、津田英学塾を卒業し、同年9月に米国、バッサー大学大学院に入学。1941年に、 同大学院の哲学修士号を取得し、コロンビア大学大学院へ進学。1942年6月、同大学院を中退し、ハーバード大学を卒業した弟、俊介と共に、日米交換戦で帰国。帰国後は、東京に住み、市政会館内にあった、太平洋協会のアメリカ分室に勤務した。1945年頃、父と二人で、東京に残り、 他家族は、軽井沢の別荘で雑居。戦争末期には、父と熱海へ疎開した。1946年、弟、俊介、丸山真男、竹谷光夫と4人で、思想の科学導人会議を開き、同年、雑誌、思想の科学を創刊。この頃、共産党に入党し、党が所管派と国際派に分裂した1950年頃まで、党員だった。 1952年に生活綴り方運動の指導者、国分一太郎と出会い、日本作文の会の第一回作文教育全国協議会に招かれる。1955年2月、国際民主婦人連盟の招生により、スイスジュネーブで行われた世界母親大会準備会に出席。山彦学校などの綴り方教育の実践報告に触発され、 会の席上で提言した事故を含む集団の研究の方向性を模索すべく、同年、牧関クエラと共に、生活を綴る会を立ち上げる。四日市の東和防食パック工場にて、沢井義郎を中心とした女子校員らのサークル、生活を記録する会に出会い、その交流はやがて、母の歴史、仲間の中の恋愛の出版、また、 東京演劇アンサンブルによる集団創作劇、明日を紡ぐ娘たちへの講演に結実する。1957年、歳末から流刊の後6幕園、配信順をわずらい、1年完了用生活を送る。回復後、1959年6月の参院選に出馬した父、祐介の選挙活動を支援。同年11月、父、祐介が、 脳難化症に倒れ、一年間の入院の後、自宅療養生活に入る。鶴見は、正常の自宅と軽井沢の別荘を処分して、父が政治活動のために負った借金を返済し、父と共に練馬区赤町に購入した自宅へ転居。1962年9月、米国プリンストン大学社会学部大学院に入学し、1964年4月に、 同大学社会学博士の資格試験に合格。並行してトロント大学とブリティッシュコロンビア大学で客員教授として講義し、1964年9月からブリティッシュコロンビア大学助教授を務めた。1966年4月、整形大学助教授。1966年12月、渡米市、プリンストン大学社会学博士号を取得。 1969年上智大学外国語学部、教授、同大学国際関係研究所所員。1973年春、トロント大学から調整を受け、私か、八王子大学セミナーハウスの運営委員や一位、サブロー、桜井徳太郎などと、思想の冒険グループを作り、水俣病や近代の彫刻などの共同研究を行った。実現には至らなかったが、 日本の国連代表部講師の候補になったこともある。1995年12月に脳出血で倒れて左辺麻痺となり、車椅子生活を送りながらも、これまで書かれた著作をまとめた鶴見和子マンダラや、生涯の中で関わりのあった様々な人物や学問上の関心が昇応する相手との対談をまとめた鶴見和子対話マンダラというシリーズを、 藤原書店より観光。2006年7月31日に大腸がんのため88歳で没した。2007年7月28日に新宿中村屋本店で催された一周期の集いには道子皇后も臨席した。鶴見和子本人も生前、秋人天皇と道子皇后への深い尊敬の念を語っていた。ありがとうございます。